工藤静香ちょっと嫌いになったって。なんで？でもね、俺ね、そこは、スマットなんで、スマットメンバーのことだけ考えて、その寄りで考えるのはあれだけど、夫婦間だったらしょうがないのかなと思う。だって、うん、そっち行ったらもしかしたらダメになる可能性もあるってもあったじゃん。だって、まあそれはそうですね、正直言って残ったら安パイなわけだから、はいはいはい、子供もジャニーズにいたらね。それを考えたら、奥さんとしては残ってほしいっていうのが思うのもあるんじゃないかなとは思う。だから、うん、そこはなんか悪いと言い切れないと思う。そこは、うん、木村君もそうだと思う。本音はもしかしたらみんなで行きたかったかもしれない。絶対行きたかったかもしれないのよ。だけどさ、家でそういう話になって、奥さんと話し合って、いや、そっちの方がいいんじゃないかって、こう、はい、ね、はい、家族も支えなくちゃいけないっていう話になったら、僕でもやっぱ奥さんに言われたら考えちゃうし、言えないもんね、多分、うん、いや、まあ家族ですからね。そこも、それはね。そう、そうそう、うん、家族だから、そこはみんな独身の人たちと、ちょっとね、考慮してほしいなと思う。まあだからもう、静香さん静香さんで、冷静な判断でしょ、それは。うんうんうん。